こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では僕が最近見つけた好感度抜群のカーディガンを実際に買ってきましたので、皆さんに全力でレビューをしてみたいなというふうに思っています。僕はですね、普段この YouTube の中では基本的にはベーシックで使いやすいものを優先的にお伝えしているんですね。そうなるとおのずとですね、使う色は限られてきまして、ブラックだとかネイビーだとかグレーだとか、まあこのあたりがオーソドックスですね。それに加えてホワイトだとか、あとはちょっと頑張ってベージュオリーブあたり、このようなカラーを使うことが多いんですね。まあどれも定番的で非常に使い勝手がいいんですが、ただ一方でちょっと色合いとしては華やかさがないとか、ちょっとこう綺麗な色が足りないというような意見もたくさんあるんですね。これはですね、僕の親がですね、連絡をしてきまして、あんたの YouTube には彩りが少ないという形にこの前指摘をされまして、これはどうにかしなくちゃいけないなという形で僕も考えたんですが、そんな時にですね、たまたま見つけたカーディガンが、これは色が綺麗だし、好感度が抜群だなと思ったので、皆さんにお伝えをしてみたいなというふうに思ってます。早速もったいぶらずに皆さんにご紹介したいのが、こちらのカーディガンですね。見てください。色合いはですね、これ、ブルー系なんですけども、ネイビーのような深めのものではなくて、ライトブルーなんですね。この色はまさに春らしくて、なかなかいい色合いだなと思いますね。まあ僕の YouTube の中では、なかなかないようなカラーかなと思うんですが、こちらはですね、先日お届けしたグリーンレーベルさんのプレスルームでもですね、ちょっと僕も羽織っていたアイテムなんですけども、これはですね、僕も新鮮な感覚で、ぜひ皆さんにご紹介したいなということで、あの撮影の後ですね、そのまま店舗に行って、私物としてこれを購入したんですね。まあ、このようなカーディガンっていうのはまさに春時期めちゃくちゃ使えるんですね。春だけではなくて実は夏も使えて、それはなぜかというと結構夏の暑い日でも室内に入ると冷房がガンガンに効いていて、それが体に応えるってことありませんか？僕は結構そういう機会が多いので、T シャツ1枚で出かけるときにも、まあ、バッグの中に長時間カフェなんかにいるときには、こういったカーディガンを1枚忍ばせておくんですね。それを着るだけで結構ですね、体温調整がしやすいので、今の時期から夏時期まで、行ってしまえば9月の中頃ぐらいまでは使えるカーディガンなので、今回はこちらを使いながら、まあ、どのような着方があるのかというところまで、しっかりお伝えをしていきたいなというふうに思ってます。もちろん僕が普段お伝えしているようなブラックだとかネイビー系のカーディガン、これも鉄板なんですよね。先日ご紹介したこのグローバルワークのカーディガンですね。これまためちゃくちゃ良くて、僕はですね、全力でこちらを先日ご紹介しましたが、もう最初の1枚としてカーディガンを持つのであれば、こちら間違いないと思います。まずはこういったネイビーだとかブラック系が鉄板で合わせがしやすいんですね。ただこれだとちょっとなんかオーソドックスすぎるかなとか、もうちょっと中級者向けのアイテムが欲しいなという時には、思い切って春らしいこういったブルー系を差し込んでみると、全然印象は変わってきますので、今日はこの2つを着比べながら、皆さんはどっちが好きなのかというところも含めて、ぜひコメント欄にどしどしと書き込んでいただければなというふうに思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本をなるべくわかりやすく解説してますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは早速行ってみましょう。はい、ということで実際に着てみました。どうでしょうか？なかなかいいんじゃないですかね。ちょっと一周回ってみますが、ちなみにサイズなんですが、僕は身長164センチ53キロと小柄なんですね。ですので適正サイズは S なんですけども、あえてこちらワンサイズ上げて M を購入しました。少しゆったりめにカーディガンは着た方が、大人世代にも意外といいんじゃないかなと思うんですね。まあタイトなカーディガンっていうのもベーシックでいいんですけども、まあ、最近のトレンド感っていうところをほんのり取り入れるにはワンサイズアップでも僕はちょうどいいかなと思います。決してですね、大きすぎる印象はないかなと思いますね。袖もそこまでたるんでないですし、身幅も極端には大きくないので、まあこれぐらいのサイズ感が個人的には好きなのかなというふうに思ってます。なんといっても色合いが綺麗ですよね。ライトブルーってなかなか普段着ないので、僕もお店で見た段階ではどうなのかなと思ったんですよ。でもこういったものって実際に着てみると、
あ、意外といけるなというところで、単体で見るのと着た感じでは結構イメージが変わるようなアイテムなのかなというふうに思ってます。ライトブルーといっても少しくすみがあるので、甘い感じにならないというか、子供っぽい感じにならずに、大人の上品なブルーとして使い勝手がいいんじゃないかなと思っています。あとは素材の質感なんですが、リネンがミックスされているので、少しシャリ感があるんですね。この感じがこなれていて、個人的にはすごく好きなんですね。で、厚みに関しても、すごく薄いようなカーディガンというよりは、少しだけ厚みがあるんですね。中肉厚まではいかないんですが、その手前ぐらいの厚みがあるので、あらゆる体型の方に似合いやすいかなと思います。薄手のカーディガンって意外と体型をですね、拾ってしまうので、ぽっちゃり体型の方にはちょっと似合いづらいっていうところがあるんですが、このような厚みのものだったら、意外とガッチリめの体型の方にも似合うかなと思うので、非常に絶妙な厚みになってるかなというふうに思っています。あとデザイン的な特徴としては、これボタンレスになってるんですね。通常カーディガンってここにボタンがついていますよね。それを思い切ってつけずにですね、ボタンレスという形でスッキリとした印象になるんですね。まあ個人的にはこのようなカーディガンが好きで、他にはですね、2年ぐらい前に購入したユナイテッドアローズのオリジナルのカーディガン、こちらもすごく気に入ってるんですが、これもね、やっぱりボタンレスなんですよ。そういったミニマルなデザインっていうのも意外と大人の男性には似合いやすいかなと思うので、まあこれ仕上がりめちゃくちゃいいかなというふうに思ってます。で、肝心のコーディネートなんですが、様々なものができるんですけども、まずは一番オーソドックスに僕が一番好きなスタイルからお見せしたいなと思っているんですが、内側には T シャツですね。T シャツを着て、その上にさらりとカーディガンっていうのが一番楽で好きなんですよね。ですので、休日のリラックス感みたいなものを出したかったら、こういった着こなし、鉄板かなと思っています。内側に着る T シャツなんですが、個人的には白系がいいと思ってますね。無地の白だとか、あとはライトグレーとか、オフホワイトだとか、そういったもので爽やかに上半身をまとめるのもいいかなと思うんですが、無地もいいんですけども、僕はですね、プリント T シャツ愛好家で、いろんなものを集めていますし、あとは自分でも作っているので、今回はうちのオリジナルのですね、T シャツを着ています。ちょっとこの内側のプリントがブルー系で、カーディガンとリンクさせてあげるとバランスがいいかなと思うので、今回はこちらの T シャツを選びました。そしてボトムスなんですが、これも僕にとってはもうよくやる方法なんですけども、上半身は明るめにまとめて、ボトムスは黒で引き締める。これがね、一番簡単なんですよ。ライトブルーというですね、綺麗な色を使うからには、その他の色はですね、そんなにごちゃごちゃさせずに、ホワイトのようなはっきりとした爽やかな色だとか、あとは正反対のブラックのような引き締まる色でまとめてあげると、非常にですね、コーディネートがしやすいかなと思うので、ぜひトライをしていただきたいなと思っています。そして足元なんですが、今回はホワイト系のレザースニーカー、アディダスのオールスターですね、こちらを履いています。まあ、様々なスニーカーが合います。正直こういったものではなくて、普通にですね、こういった最近トレンドになっているようなグレー系のニューバランス、こういったものでも相性がいいので、こちらでもいいですね。よりトレンド感を出したいというのであれば、ニューバランスの方がハマりがいいと思いますね。個人的にはこっちの方が今っぽさが出て好きなんですが、ただ第三者から見て、なんか綺麗な感じとかを楽しみたいのであれば、白系のレザースニーカーの方が印象はいいと思いますね。今回のこのようなライトブルーのカーディガンって、男性受けっていう感じじゃないんですよ。おしゃれが好きな男性が好む着こなしと、あとは女性が見た時だとか、第三者から見て爽やかだな、清潔感があるなって思ってもらう着こなしって、僕は明確に違うなと思ってるんですね。僕自身は個人的にはですよ、前者の男性受けするような、ちょっとこうコアなファッションの方が好きなんですが、ただ今回の着こなしというのは、割とこう爽やかな、女性から見た時にも好印象なスタイルなので、そういった時にはニューバランスよりはこういった白系のレザースニーカーの方が収まりがいいかなと思うので、まあ、ぜひこのあたりのスニーカーはね、皆さんも検討していただきたいなというふうに思ってます。まあ、ちなみに今僕はですね、腕そのままで着ているんですが、ちょっと見せ方を変えるという意味では、腕をですね、託し上げる。これだけでもですね、印象は変わるんですね。あんまりグワッとここまでいっちゃうと、なんか、ちょっとやりすぎ感があるというか、ちょっと気合入れてやるぞみたいな感じになってしまうので、腕をですね、まくるときには、手首の間ぐらいまでですね、これぐらいなんか、託し上げるっていうのが、個人的にはバランスがいいかなと思うんですね。
こんな形でちょっとこう腕が露出するだけでも軽快な印象になりますよね。ほら全然変わりますよね。まあ、手首が出ることでちょっとカジュアルな感じが出せますし、あとは時計だとか、今回はアップルウォッチしてますし、あとはバングルですね。ここは好みです。女性からの好印象を狙うんだったらバングルはしない方がいいです。アクセサリーの数は少ない方がいいので、時計だけの方がいいかなと思うんですが、僕はおしゃれを楽しみたい人間なので、そこはですね、バングル入れてますが、こんな形で手首が露出することで、少しこなれた感じも出せるので、一着で様々な着こなしも楽しみやすいかなと思うので、ぜひ皆さんもチェックしていただきたいなと思っています。他にもね、様々な着こなしができるんですが、今はですね、ライトブルー着てますけども、先ほどもちょっと触れた通り、これがネイビーのカーディガンだとどう変わるのかもちょっとお見せしたいなと思います。全然印象変わると思いますので、先ほどご紹介したグローバルワークのカーディガンって言いましょうか。これはこれで、なんかオーソドックスですごくいいんですよね。僕も大好きで、しかも価格がこなれてるので、先日ご紹介した通り、なかなかいいかなと思うんですが、こちらはボタンレスではなくて、ボタンがあるタイプ。サイズ感もちょっと着丈はこっちの方が長めですね。まあ、着比べてみるとまた全然印象変わりますが、これもちょっとこう腕をまくりながら。うん。なんかこれがですね、男が着こなしするならこういったスタイルの方が好きだと思いますね。僕もなんかこのスタイル好きなんですが、新鮮さがあったりだとか、気分が華やかになるっていうのはこっちかなと思うので、このあたりは正解不正解はなくて、好みの問題なのと、あとは着こなしの幅があるってことはすごくいいことだと思うので、僕自身もどちらかに偏らずに、まあそれぞれスタイルを楽しみたいなと思ってます。これはこれでめちゃくちゃ相性良さそうですね。ぜひ皆さん、どっちのカーディガンが気に入ったのかコメント欄まで書き込んでいただければなと思ってます。あとはですね、コーディネート様々できるので、もう一パターンぐらいお見せしたいなと思ってるんですが、例えばですよ、もうこの上に着ちゃいますけども、ボーダーのカットソー、今年はね、すごくいろんなお店から出ていまして、一つのトレンド的な要素のあるアイテムかなと思うんですが、これとカーディガンも合うので、ちょっとね、上に着てみましょうか。被って着てみますね。はい。僕もね、大好きで結構最近は着てるんですけども、はい、これはね、グローバルワークで今期購入したもので、先日もご紹介しましたね。ちょっと下に T シャツ見えちゃうのがいまいちですけど、まあまあ、これもこれで言うとして、その上にこういったカーディガン。ホワイトとブルー系のラインで構成されてるので、それとこのカーディガンのブルーがですね、リンクするんですよね。同じような色でちょっとこう関連付けさせてあげると結構まとまりがいいので、こういった着こなしですね。はい。あ、これもいいですね。うん。こんな形でボーダーを中に入れてあげて、少しこうなんだろう、カジュアル感を出してあげるのもいいかなと思いますね。まあ、カーディガンの良さって、なんかまあカジュアルさもあるんだけども、ただボーダー1枚で着るよりは、こういったカーディガンを着てあげることで、ちょっとした綺麗さも出すことができるんですね。ジャケットよりはかなりカジュアルなんですが、ただ一定の綺麗さというのを気軽に出せるので、こういった着こなしももうベーシックで使いやすいかなと思うので、ぜひ皆さんトライしていただきたいなと思います。他にはですね、今度シャツの着こなしも結構合うので、それも見ていきたいなと思うんですよね。例えばですね、まあ一番ベーシックなシャツが似合いやすいかなと思うんですね。何にしようかなと。まあストライプ系のシャツもいいんですが、個人的には、このカーディガン自体がライトグレー、ライトブルーという綺麗な色なので、他にね、アクセント要素をごちゃごちゃ入れない方が、まあいいかなと思うんですね。まあ今回ボーダー着てたので、ちょっと矛盾するかなと思うんですが、まあボーダーぐらいではいいかなと思うんですが、まあこれぐらい強いストライプだと、ちょっとね、喧嘩しちゃうかなと思うので、今回は思い切ってこういった白の一番オーソドックスな、バンドカラーシャツを着てみましょうか。これはね、ユニクロで、購入したものですね。もうちょっと前のものになるんですが、ちょっとワイドフィットな、こういったバンドカラーシャツ、サイズは S なんですけども、身幅にゆとりがあって、なんか通常のユニクロのものよりは少しトレンド感のあるような、フィッティングになっているかなと思います。こういった白系のシャツっていうのは、単体だとね、結構シンプルすぎて、なんだろう、本人がイケメンで高身長でとか、ある程度スペックが高くないと、なかなか、なんだろうな、様になりづらいんですよね。ただこういったものをベースにしながら、この上にちょっとアクセント的なカーディガン、色の綺麗なカーディガンを着てあげれば、まあ全然また印象変わりますね。はい、どうでしょうか。ちょっと髪型乱れてますか。いいでしょうね。はい、こんな感じで。うん。なかなか収まりが良さそうですね。
まあ、シャツの方がちょっと丈が長くなるので、カーディガンよりも、ぴょこっと出るんですが、これはこれでレイヤードを楽しむという意味では NG ではないので、ぜひ楽しんでいただきたいなと思います。まあ、ボトムスはブラックで引き締めるのもいいですが、まあ、ちょっと今回は違うもの履いてみましょうか。このまま脱いじゃいますね。安心してください。履いてますよ。スパッツも。なので、このまま進めたいなと思うんですが、何がいいかなとは思ったんですが、ちょっとカジュアルな、なんだろうな、デニムスラックスみたいなのもいいんじゃないかなと思って、まあ普通のリジットのデニムでもいいんですが、ファブリック東京で仕立てたこのデニスラをですね、履いてみます。これ最近やっぱり気に入っていて、なかなか使い勝手がいいんですよね。まあこういったね、デニスラもインディゴブルーというブルー系の色合いなので、それと関連付けする意味ではライトブルーで、グラデーション作ってあげるのもいいかなと思うので、こんな感じで合わせてみましょうか。足元はやっぱりこういったデニスラにも白系のレザースニーカーが、すごく相性がいいかなと思って、このまま合わせちゃいましょう。はい、着てみました。どうでしょうか。はい、あ、いいですね。これまたなんか、綺麗なスタイル。大人向けですね。30代から40代のベーシックで使いやすいスタイル。で、サイズ感としてはそんなにこう、緩くないです。そんなに緩すぎない感じですね。ボトムスも、やっぱシルエットはですね、まあこれオーダーしてるので、なおさらなんですが、まあ定番的なサイズ感ですね。で、シャツは、まあちょっとゆったりめなんですけども、こうやって重ね着してしまえば、そういったサイズ感って、まあ隠れてしまうんで、で、カーディガンはちょいゆるぐらいっていう感じで、まあちょっと今っぽくてですね、なおかつ、好感度が高い着こなしが完成したかなと思うので、こういった着こなしもいいんじゃないですかね。内側はちょっとバンドカラーの白シャツなんですが、これは普通のレギュラーカラーとかでもいいし、あとはボタンダウンの白シャツでもいいかなと思うので、そのあたりはお手持ちのものと合わせてみるのがいいかなと思うんですが、いずれにしろこのですね、ライトブルーの色合いが非常に効いているので、ぜひこのカーディガンですね、チェックしていただきたいなと思いますし、まあ、今回のカーディガンはグリーンレベルのものなんですが、それ以外のブランドでも結構綺麗な色のカーディガンってたくさん出ていて、ライトブルー以外だったらベージュ系のカーディガンとかもいいかなと思いますし、ロイヤルブルーみたいな色もいいかなと思うんで、そのあたりは皆さんにとってなんかこれだと思うような綺麗な色のカーディガンっていうのは春にめちゃくちゃ活躍するので、ぜひ取り入れていただければなと思っています。はい、ということで今回の動画では春にぴったりのですね、ライトブルーのカーディガンを皆さんにご紹介させていただきました。僕にとっては、そしてこの YouTube のチャンネルにとってはかなり新鮮度の高いような色合いだったかなと思うんですが、意外とこのようなブルー系の明るい色でもコーディネートそんなに難しくないんですね。ですので今回の動画を参考にしながら、ぜひ皆さん手持ちのアイテムと組み合わせながらですね、このライトブルーのカーディガンぜひ楽しんでいただければなというふうに思ってます。まあ、今回改めてこういった綺麗な色を着てみてですね、気分が変わるなと思ったんですね。まあ、ベーシックなブラックだとかネイビー、グレーもいいんですけども、たまにはこういった差し色ですね、特にこれから春夏ですね、こういった時期にはめちゃくちゃ相性がいいですし、着てるだけで気分が上がるので、ぜひ皆さんもですね、服でテンションが変わるというところも含めて実感をしていただければなというふうに思っています。これからもこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本をなるべくわかりやすく解説したいなと思ってますので、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。またこちらのチャンネルとは別に、初級者から中級者へとステップアップするための動画というのもですね、 YouTube のメンバーシップチャンネルの方で解説をしてますので、気になる方はこちらの動画の下の概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらからチェックをしていただければなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。おしゃれ初心者から中級者へステップアップしませんか？限定動画では中級者向けのアイテム、コーディネートからライフスタイルまで発信。皆さんからのご質問のほか、無料動画では語れないスタイリストの本音もお伝えします。大山俊のメンバーシップチャンネル。